GPA 3.77 最強じゃん。もう恋愛しすぎて結婚しちゃいました。へえ。絶対に自分が落ちることなんて想像してないんですよ。総研ですよ。総研いっぱいいる。ちなみにはですね、戦車登録したことが自慢みたいな。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回の企画は就活しきじり先生っていう企画です。これまで数々の人生経験をした方々に、かつ今社会で活躍されている方の就活の失敗談を聞いて、そこから学んだ学びを学ぼうという回になっております。今回の動画を見てくださった皆さん、 LINE 公式アカウントを登録してくださった方全員に、今回の講師の方からプレゼントをお送りするので、ぜひ登録をお願いします。ということでですね、今回の講師の方はアメリカから来られたということで、早速呼んでこようと思います。で、今回我々オーディエンスとして、学生として社会人の方の就活の失敗を聞いて学びを得ようと思ってます。副学級委員長の松原さんから一言。本気で何のためにして、どんなことを学びますか、それをどう生かすのかを議論してください。はい。まとまりがないんですけども、やっていこうと思います。ということで、本日の講師の方、お願いします。気をつけ、起立、礼、客席。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日、しくじり先生やらせていただきます石坂誠と言います。では皆さん、1枚目をめくってください。はい、すごい。簡単に自己紹介したと思います。じゃあ次のページ行ってください。はい、すごい、かっこいい。私の名前は石坂誠と言います。マイクロソフトでですね、今マイクロソフト Azure というクラウド製品のマーケティングマネージャーをしています。特にその中でですね、今担当しているのは、次のページ行ってください、IoT、5G というところなんですね。皆さん、どういうふうに使えるか聞いたことはありますか？はい。はい、バラバラです。私はよく IoT って言ってる顔を見るので、顔文字で使っています。ありがとうございます。ああ、そういうことね。泣き顔ね。初めて言われました。ありがとうございます。次のページ行ってください。こちらの方にあるようにですね、なんかこういったグラスをかけてですね、本来は見えないはずのものをですね、見ながらトレーニングをして、そういったことが 5G と IoT できます。次のページ行ってください。遠隔手術、聞いたことありますか？そんなことできるんだ。お医者さんってすごく人数が限られてるでしょ。離れた島とか、もう地球の裏側でもう飛行機とかで行ってる暇ないじゃないですか、なんで 5G っていうむちゃくちゃ速いスピードで離れた人でもですね、手術をですね、実はすることができちゃう、これが 5G の方ができるということなんですね。すごい。実は IoT と 5G 以外にも、次ページ行ってくださいってやってまして、2週間前から宇宙ビジネスっていうのを私担当することになりました。本当に皆さんが生きてる間に宇宙リアルです。その中で地球と同じぐらいのビジネスが宇宙に行って、全部の業種とかリテールとか小売とか製造とかが宇宙の中でも全く同じ世界ができるって想像してください。その世界のですね、ビジネスをやってます。はい、じゃあすごい人なんですね。いや、自分で言うのは嫌ですけどね。次のページいただいて、それだけではなくてですね、留学支援とかシアトルに行って、学生団体の顧問とかもやっています。学生さんが大好きなんで、自分が学んだことを話すために600人以上の人のですね、キャリアメンターとかをやらせていただきました。これが私です。では次のページに行っていただいて、今やですね、この私が働いているマイクロソフト、時価総額でですね、リンゴちゃんを追い抜きまして、ご存知でした？いや、知らなかったです。ちなみにこの中でですね、6位のところ結構面白いんですよね。テスラ。トヨタがいくらぐらいだって皆さんご存知ですか？時価総額10兆円弱。30兆。いい、正解。あ、それぐらいなんですよ。テスラってもう3倍以上。すごいですよね。日本でテスラの車とか見ます？たまに見ますけどね。中小企業の小金持ち社長がガレージに乗ってるのは何回か見たことがあります。なるほど、はい、昔のなんかベンツみたいなね、ちょっとイメージがあるかもしれないですよね。
まあ、でもシリコンバレーとかアメリカに行けば普通にそこら辺を走っていて、本当にこのテスラっていう未来をですね、今作っているところでもう6位まで来てるんですよね。マイクロソフトも時価総額トップになったんですけども、こんな私でもですねしくじりました。どんなしくじりがあったのか、うん、次のページ行ってみましょう。私の就活しくじり、これです。まずですね、1000社登録しました。そのうち150社面接をして、なんと最初全部40社お祈りをいただいたと。へー、これが私のしくじりストーリーになります。まず1000社登録するのがすごいんですけどね。周りにいます？1000もいないね、狂ってますよね、ちょっと、うん、まあ、狂ってる感じなんですけどね、はい、私そもそもどういう学生生活を送っていたのかっていうのを、うん、次のページでちょっと説明させてください。じゃじゃん。ちょっと隠れてて忘れないバレました。で、私早稲田大学の法学部に行ってたんですね。で、学生時代どんなことを頑張っていたと思いますか、私。はい、はい、この大熊さんの銅像した服やりたかったですね筑波にいそうですか。私はやってました自動磨きがね、モーニングルーティーンだったモーニングルーティーン、はい、合格ブラシの司法試験を出して、おお、高校生の時からレックっていう法律学校のスクールに、今もあります、ね、通ってました。すごいですね。で、大学の時は伊藤塾、はい、あそこに、はい、めちゃめちゃ優秀じゃないですか。でもですね、ここからしくじりが始まるんで皆さん期待してください。はい、次のページ行ってください、はい、最初の上の2つ、皆さんよくある学生のパターンじゃないですか。テニサーだったんです。テニサーですよ、もう。で、2つ目、バイト、ミスド、朝の4時半のオープニングとかですね塾校をやってましたね。そして家庭教師も30人以上教えてました。大学1年生終わった後に2年間休学して九州を回ってボランティア活動やってました。で、その後の2回ですね起業しています。結構真面目に授業出てたんですよ。 GPA ですか、これ。これ GPA3.77。 最強じゃないですか。しかももう恋愛しすぎて結婚しちゃいました。というのが私の学生生活。いや、充実してるな。これを見ると最初40社落ちるって理由分かります皆さん。鼻につくぐらいですかね次ですね、まさしく鼻につくぐらいの態度で臨みました。起業してた仲間からこのまま働き続けてもいいけど大きい世界をまずは見てこい。で、じゃあ就活しようってしたんですけども、法律学部でビジネスの世界全く分かんないんですか。でも私自身はこういった経験があるんで勝手に自分でイケてんじゃないんで、しかも早慶だしみたいな、うん、就活なんてちょろいでしょと、準備いるんだっけみたいな。まあそうなる理由も分かりますけどね。この次のページ、ちょっとその時の私の気持ちを皆さん物語ってるので見ていただきたいと思いますすごいなこれ。絶対に自分が落ちることなんて想像してないんですよ。うん、総研ですよ。総研いっぱいいる。さらにこんなに起業して2年間ボランティアしてとかね、こんなにも学識あるんだから自分は落ちるわけないと思っていた私が、これ40社連続敗退した時に、静岡誠は心の底から振り上がってね、恐怖ですよ。うん、で、決定的なこれ挫折感ですよね。え？って自分がなんで落ちるのっていう。当初私思ったのは、バイトで生きていくしかないんじゃないかみたいな、そんな気持ちまでなっちゃったんですよね。え、起業してたのにバイトなんですか。もう行ってこいって言われた手前戻れないじゃないですか。なんかプライドだけはまあ一人前だったってことなんですよね。それだけじゃないんですよ。それ以外にも2つ大切なものを失いました。次のページ行ってください。失ったものは2つあります。時間とお金です。本当にバリバリ毎日就活セミナー行って面接して、これが10ヶ月続きました。私それによってですね、バイトできないじゃないですか、うん、バイトもできない、交通費も消えていくっていうことで、いまだに奥さんに言われます。あの時は私がっていう感じですね、はい、今日これから5つの教訓についてお伝えしたいと思うんですけども、本当にこの時間そしてお金、これね失ってほしくないなと思って見てほしいなと思います。めっちゃ聞きたくなりますね。
では早速ですね、しくじりのその1いきましょう。おー、まるまるせずいきなり某就活サイトで気になる企業をポチ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 し始めたっていうですね、本当に浅い軸ですよね。自分の基準がなかったんで、まあ人気企業ランク見てね、ウェブサイトちょっとかっこいいんで、給料がいいんで、受かったらなんかゼミの周りに自慢できる、だから本当にまさしくよくあるパターンの人だったんですよね。コンサル、IT 業界、ちょっとお金もないんじゃない、金融ですよね、福利厚生いいんじゃねっていうので医療関係っていうね、そしてさらにはですね、やっぱりまあよくある大手メーカーですよね。こういったところもメディアのですね、甘いメッセージに踊らされてる石坂のことだったんですよね。はい、しまいにはですね、正社登録したことが自慢みたいな、スケジュールが埋まってる自分になんか酔いしめるみたいな、本来のなんか目的じゃなくて、なんか就活そのものをやってる自分がすげえみたいな、もう説明会とかテストとか面接でも超多忙になっちゃったんですね。結果として一社あたり準備にねかける時間が少なくなって、面接対策とか OB 訪問ちゃんとできてないから、クオリティがプアなね内容になって、負のスパイラルですよね。しまいには面接とかスケジュールが重なるもんだから、ごめんなさいって言って、じゃあいいですみたいなねことを言われてしまうっていうのが第一のしくじりパターンでしたね。どうです周りの皆さん。私はエントリーして満足してましたね。それで埋まってくのに満足してる自分がやってるやってるんだよね。そうそう、分かる分かる。ということで教訓その1、次のページ行ってください。会社を調べる前にまず自分を知って、大好きなことと得意なことをやってですね、まあ、将来の夢とかあんな人のようになりたいなとか、この自己分析をやることによって軸が定まって振り回されない、就活のサイトにまず行くなってことなんですよね。これがもう第一の教訓。なるほどな。自分を知るためにどうすればいいんですか。やっぱり自分がやってきたことっていうのを振り返って、その中から寝てる覚めてもやっちゃったこととかっていうのをもう掘り返していくっていうのがすごい重要かなと思いますよね。石坂さんの場合はもうやってきたことがいっぱいあったから、振り返る時間が足りなかったっていうことですか。もっと深掘りをすべきだったかなっていう、何を学んで何をやってる時が一番ドキドキ、なんか自分が好きだったんだろうみたいな、っていうのを考えてなかったんですよね。石坂さんみたいに起業してとかボランティアしてとかほとんどいないと思うんですけど、自分は何もやってないって思ってる人はどうやったら自分を知れるんですか。何もやってない人っていないんじゃないですか。まず第一、必ず何か熱中したその科目とか、あるいは友達関係とか、あるいは部活動とか、あるいは自分が絶対好きなブランドとか、何かあると思うんですよね皆さん。何もないってことは多分ないっていうのが私のまず一つ目なんですよね。例えば他の人と比べてしまったらあんまりないよと、やはりこれは今からでも遅くないと思うんですよ、やってみるっていう、行動してみて初めて自分の中で軽く反応が起きるんですよね、はい、ということでまずはやってみて、少しでも興味があるものにやってみるっていうその行動ですよね、そこから探すことができるっていう、それしかもうアドバイスないです。で、やったことがない人にはもう無理なんですよね。確かに。くじりのそのに行きましょうか。次のページ行ってください。はい、ある程度自己分析し始めて、特にやっぱり外資系とか狙い始めていたんで、面接もさせてもらえないっていうステージに入りました。まあ、やっぱりテストで落ちるっていうことなんですね。SPI とかですね、中学校レベルまでのものっていうのはなんとなく解けたんですよ。ヘルミ推定とかロジック問題とかですね、ケース問題とか全く勉強しなかったんで、まあ、これ当然落ちるなっていう。次の教訓その2なんですけども、テストっていうのは慣れなんで、これは練習すればするほどですね点数が取れるんで、やってほしいなっていう教訓その2ってことになります。次のしくじりいきたいと思います。その3、これだけガクチカあんだぞと、自分も落ちるわけないと思ってたんですよね、で少しずつやっぱり面接ね機会をいただけるようになりましたと。 でも落ち続けるわけですよ。で、ここでね、もうダークに入りました。理由が全く分かんないんですよ。自分では気持ちよく話してるんですよ。確かに。何をしたらいいのか改善が分かんないんですよ。どうですか、今のバランス。いや、もうヘドバンしました。前向きであればあるほど、落とされた時に見えないと、本当に分かんないんですよ。行動したいって気持ちはあるのに。そう。どこに向かっ
ったんですよね、私。使えられないな。はい、私は何をしたと思います、皆さん。はい、された企業に電話をする。おお、僕やりましたね、ちなみに。サイバーエージェントに。どうなりました？なぜ落ちたかって教えてもらいました。では私の場合何が起きたかっていうのを次のページをめくってください。ここで救世主、さて誰だと思います皆さん。一つのことを質問されたときにブワーって自分のことをですねペラペラ話すんですよ。めっちゃ想像できるな。一度はですねもう自分の命を絶とうかと。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。